四季とは、奈良盆地の東南部を指す地域の名称。三輪山の西、初瀬川流域までの地域で、現在の四季群と桜井市、天理市の一部を指す。四季の、四季の、四季、四ングきとも表記する。元織のり長の古事記伝では、岩木が変化したもので、石で固めた堅固な城があった場所だという。日本書期大号では、主人天皇が後を、 四季随ひもろぎ宮に移したとも伝えられ、巻第十九には、金明天皇が党、四季軍の四季島に定め、四季島金指し宮と名付けていることも関係があるのかも、しれない。共に、現在の奈良県桜井市金谷付近に存在したと、されている。同じ主人天皇の項目には、天照大臣と大国主神を天皇の大殿のうちに祀ったが、 神の勢いがありすぎて、共に暮らすことができなくなってしまった。そこで、アマテラス大臣については、娘の豊樹入姫命に、大和の重縫いの湯に祀るため、なおりて、磯賢城のひもろぎを断つとある。神武天皇の統制の際に、天皇に服属した皇族、弟勝が、四季勇の四季の八十尊を天皇に教えたとあり、 古事記の水贅天皇の大きさきの名前は、式屋形主の祖、川又姫となっている。式の文献上の書室は、この他複数存在するが、歴史上確実と思われるものは、前述した、辻神天皇や近明天皇の宮殿の名称になる。古事記では、水人天皇の式の玉垣宮の名が挙げられている。その他に、神の理には、兄式。 弟四季の兄弟が四季の統治者として登場し、弟四季は神武天皇に基準して四季屋がた主に任命されたとされる。主人天皇が四季の地を足掛かりにしたことは、山との三輪山の神を大見和神の後営の大田殿魂心に祀らせ、国家の基礎を固めたという記述からも推測される。埼玉県東海山古墳出土鉄拳の名分中の若竹る大王は、 有力天皇と推定され、各鬼宮が、四季軍にあった天皇の初瀬朝倉宮のことではないか、と考えられている。その他代々の天皇の宮殿もこの地域に設置されてきた。和の六県の四季県が設置され、古くから大和政権にとって幼稚であった。四季上がた主は、伝説によると、神武天皇2年に弟、四季を上が田た主に任命して設置されたと伝わる。 考古学的にも、弥生時代の唐カ鍵遺跡のような定置遺跡があり、看護集落、上理性の集落が残されており、古くから人の住みやすい場所であったことが伺われる。現在の桜井市北部には、橋墓古墳に代表される、巻向遺跡がある。初期巻、第29によると、天武天皇の時代の683年、式上あがた主ら14市に、 蓮の姓が授けられており、新先生四六で大和神別の四季の蓮子氏は、神にぎはやひいのちの孫彦由しいのちの後とされているが、これは、もののべし上層が式あがた主の娘を妻として、あがた主を継いだことによる。後、大和国の軍名になり、和名類受賞にあるように、律令体制下では、白神氷、浄化軍の二つに分けられている。ありがとうございます。